全国麻雀ファンの皆様こんにちは。ただいまより第20期プロクイーンベスト 16D 卓4回戦の模様をお届けしたいと思います。司会実況は私畑たつきです。どうぞよろしくお願いいたします。そして解説は長村大プロにお越しいただきました。長村プロ、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。第21期プロクイーンベスト 16D 卓4回戦投牌の開始です。立ち合い人柴田義和の合図で対局が開始されました。なおプロクイーンはハンチャン4回戦を一発裏ドラのある WRC ルールで行い、トータルポイント上位2名がベスト8へと進出となります。改めましてちーちゃんは白金、なんちゃんは美咲、シャーチャーは東条、ペイチャーに秋の順番となります。それでは改めましておさまるプロ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、これで4回戦ということで。そうですね、最終戦。はい、今の現状のトータルポイントが黄色のとこで出ております。そしてトーン1曲ドラはローソー、ドラがローソーとなります。これ現状どうでしょうか。各社にまだまだチャンスはありそうですかね。ありますね、はい。トータル4位三崎ですけど、はい、2位までの点差が 33.8 ポイント、はいはい、っていうのは、まあ、トップラスだと、まあ、ほとんど大丈夫です。大丈夫と、はい。トップ3着だと、まあ、2着順だと、うん、はい、ごめんなさい、13,800 点差以上、はい、1着順トップ2着とかだと、はい、あれ俺間違えてるどうでしょうか。はい、合ってます、ね、はい、合ってます、はい、大丈夫です、はい、ごめんなさい、はい、1着順だと 23,800 点差以上なので、はい、まあ、現実的なに全然あり得る数字ですね、はい、はい。ということは三崎はその攻撃的マージャンをここで行っていただいて、そうですね、トップまでいければということですね、はい、まあ、さ、トップは欲しいですね。欲しいところですね。トップじゃないと並びが結構必要になってしまうので、はい。さあ、もうこれで登場がリーチとなりましたし、アーチャーの登場リーチが入りました。町は老朽層の町、はい、ローソーね、リーチピンフ、はい、ローソーならドラですね。ドラということで、はい、白金も追いつきました。あ、一発補充だ。これは一発補充となってしまった。リーチピンフ一発、裏はどうでしょうか。さあ、裏は乗らず3900点。さあ、統一局3900点登場の上がりとなりまして終了いたしました。はい、まあ、この瞬間、うん、登場が1位になってますね。この瞬間は1位となってると、はい、うん、早い統一局でしたね、今のはね。あ、そうですね、はい。さあ、続きまして統二局ドラはシャーとなります。親は三崎、ここの三崎は連チャン欲しくいいですね。いくらでも加点したいところ。三崎はそうですね、展望はやっぱり欲しいので、はい、うん、ハイパイは悪くはない、悪くはないですね、はい、はい。まあ、当初のハイパイどうでしょうか。これはあれ、うん、イーシャン点ですか。ドラドラなんですよ、ね、ドラドラのイーシャン点。さあ、登場これでもうイーシャン点となって、ただこっちも今3トイツですかね、出たしました。あんこが1つありましたね、はい、うん。これで一応メンツは1つできました。ただ登場が早すぎる。登場は早いです。ただチートイツなので、はい、最後の難しいですね、はい、はい、うん。これはもうストレートにパーピンパーソーでいいですかね。そうですね、はい、はい。三崎もまあ統一4組なので新統一はあります、はい、まだあると、はい。全体的にちょっとゴツゴツした手の人が多いですね、白金以外は、はい、はい。こちらチューンが重なりました。さあ、何を引いてくる。うん、これはしょうがないですかね。まあ、そうですね、これはしょうがないと思います、はい、うん。秋も統一が多い。さあ、シャアはドラ、ただシャアはここにも1枚あります。シャアが重なることはありません、はい。うわー、これローピン、うん、そんな、秋が1枚目のハクを泣くかどうか、はい、はい、うん。これで一歩前進ではな、あ、失礼いたしました。数番を持っているので前進ではありません。 E1 もそのままつもぎり。何を引いてくる。初はいらない。登場転売できるのか。チューン、
このチームは白金が2枚持っている牌。チートイツのイーシャンテン、チートイツのイーシャンテンまで来ました。テンパイですか。さあスーピョンチンテン、チュンタンキ、チュンタンキ玉テン、はい、先ほどと言った通りこちら白金がですね、2枚持っているチュン、残り1枚と待ち変える待ちがあるかどうかですね。トントンはどうでしょう。2枚切れ、はい、はい、このチュン、さあこのチュンが出てしまいました。東条、これ2連続上がりですね。東条だいぶ有利になりましたね。はい、チートイツ、はい、ドラドラ6400点の上がり、そしてもうトーン3局、はい、あっという間に、はい、そして東条の親番となります。これで東条が現状はもう2着に17.3ぐらいつけてるってことですかね。17.3 ポイント差ぐらいで、そうですね、16.7 ですね。全然計算できてないじゃないですか俺さあ失礼いたしました。はい、ありがとうございます、はいはい、まあでも、はい、まあまあまあこう見ると何ですかね、はい、トータル見ると結構大きく見えますけど、はい、まあ着順が1個変わるとね、うんうんうん、それだけで結構変わる、大きく変わるので10ポイント変わるので、はい、まだまだまだ分からないぞと、はい、そしてトーン三脚ドラが数層となります。さあ親の登場の手はこちら3トイツがあるかどうなっていくのか。こちらはチュンとシャード、4トイツですね。二階堂も今6400打ちましたけど、はい、そうですね、ターゲットでいうと、まあ登場になるかな、まあ、ちょっと難しいな。今白金もの方が、はい、二階堂上がれば白金の方が下になるからな。白金がラス目になりますからね。そうですね。まあまだそこまで細かく見逃しとかにはならないと思いますね、はい、上がれるものは上がっておこうと、はい、これ秋見てください。ポイントですね、はいはい、しかもドラが1枚あるので、チュンがなければ満貫。お、天杯ですね。美咲リャンウソを述べたんですが、うん、リャンソーがすでに2枚切れてるので、はい、もうちょっといい待ちにしたいってことですね。なんとイーシャンテン、なんとなんと、さあ白が重なりました。面前でテンパりたいですけどね、はい、この白負けますよ、まあ、ポンですね、はい、これポンですね。もちろんポンしました。これでテンパイチュンとシャー、さあチュンとシャーの待ちとなりました。シャーは1枚切れ、チュンとシャーここに1枚ずつ、はい、シャーは山にはない、チュンが1枚、はい、サブロッキューピンと変わりましてリーチとなりました、はい、一番いいんじゃないですかね、変化としては。これシャー大どうでしょうか。まだ自敗はいっぱい持ってるので、低難発は切れますね。うーん、シャーの前に現物がありますよね、はい、うん、一個横。当初はここが無理せず、はい、降りたいけど現物がないかな、はい、当たり牌を4枚持っていると、キューピンになるかもしれないですね。はい、パーピン2枚切れ、チーピン2枚切れ、皮に切れていますてかキューピンですねこれ、うん、さあどうする、何を選択、もちろんキューピンになってしまったか。さあこのキューピンにさっきの上がりとなりまして、裏田はどうでしょう。はい、裏は乗らず、リーチドラ1、2600点の上がり、2600点の上がりとなりまして、トン4局に移行します。秋は今上がりたかったですね。あれ上がりたかったですね、上がりたかったけど、はい、まあリーチも入っちゃったんでね、はい、っていうかまあ、あー以外ならないので、ならない、はい、しょうがないですよね、はい、はい、さあそして秋の親番となりましたドラバトン、ドラのトーンは見えないか。ただどうでしょうか。悪くないですよ。想像が 2,3,4,5 の形、ピンズも 4,5 と持っている。秋もこの親番を簡単には落とせないですね、はい、落とせないと、うん、こちらチューンとイーソーが統一登場、岬が、はい、まあ、登場なり白金なりから上がってくれるのは、
マーキーとしては全然悪くないので、はい、先ほどのは OK っちゃ OK と、まあ、自分が上がれるのがもちろん一番いいんですよね。もちろん、はい、ただまあ展開としてはまあ最悪ではないよね、はい、まあ、東条白金がどんどん上がっちゃうのがやっぱ一番きついので、そうですね、はい、現状1位2位は東条と白金、東条はこの多分、あ、でも中泣かなかったのかな、1枚目、はい、はい、さあ白金も一歩進みました、はい、そうですね、さっきもイーシャンテンで終わりますか、イーシャンテン、リャンシャンテンですね、失礼いたしました、ね、うん、さあトーンが重なりまして、これはもう2枚目で中泣きますかね、泣きます泣きます泣きます、トーンドラですからね、はい、はい、トーンを重ねました、うん、これでいいシャンテンではありますね。さっきはな、そうですね、2、3、4の3色になんとかしたい、はい、うん、カンチオンを引き入れてきた、うん、シャンテンですね、どんどん進んでいきますね、はい、チュントン、トンはまだ山に2枚ですね、はい、チュンは1枚切れてる、1枚、さあ誰も持っていない、これはイーソー引いて何を切るか、うーん、イーソーとも切りですかね、はい、さあこれで変えることはできますね、6、7、8の3色も受けれる、まあ今現状6、7、8のイーシャンテンではありますね、はい、G1 はまだ1枚も、あ、今切れましたね、 G1 は1枚切れ、東条は早く泣きたい、はい、泣きたいですね、ただトンが深い、あ、このチューン泣けますよ、はい、ポンテンですね、さあこれでポンテン取りまして、町はイースーピンチューンドラドラ、ポンテンイースーピン、はい、もうなんかもうなんかめちゃめちゃ上がりそうな感じなんですよね、そうですね、イーピン2枚切れですけど、はい、両ピン2枚切れも、あ、今ペン3は OK だっていきました、これでペン、はい、3色 C ピンですね、 C ピンでテンパイを、あ、こんじみきた、てかこれ宝珠になる可能性もある、てかそうか、 E ピンも当たりですか、E ピンも当たりなんです、はい、さあ E ピンこちら当たりとなりました、チュンドラドラ早いですね、この曲、そうですね、というかもう何入、もう何入です、さあ登場が3回上がりを決めている、はい、最終戦って結構ね、はい、なんかね、もつれたりすることがあります、あります、早い手が入ってどんどん進んでますね、はい、トーンが終わりまして、難入となりました、難曲白金の親番、ドラはイーソー、さあドラのイーソー1枚あります、なんかいい、いいですね、いい形ですねさあこちらどうでしょう、美咲、うん、チーピンが重なりました、マンズが一気通過が少し見えるか、東条三統一ですね、さあ難波で難がアンコー、パーピン9ピンが統一だったと、でも親がいいですね、親とそうですね、はい、まあ東条はチー統一っぽい進行になりそう、はい、まあ、秋もいいです、うん、はい、現状いい、ただこれ美咲は上がっていかないと現状きついですかね、あと、あ、秋ですね、失礼いたしました、そうですね、秋は、はい、上がりたいのは上がりたいんですけど、はい、まあ、例えば1300で上がって意味あんのっていう話でもあるんですよね、はい、まあ、ただオーラスも嫌なんで秋はね、そうですね、はい、はい、現状トータルポイントは秋が、一番マイナスのマイナス 35.7 と、そして4回戦はもうない曲に入ってます、これもやっぱりマンガンクラスとかに仕上げたいんですよね、はい、はい、うん、せっかくファンパイアンコで、はい、まあ、当時はもうだいぶ受け気味にはなってます、うん、はい、さあ数層引いていた白を、はい、ストレートでいい、はい、うん、数万、
そこで一気通過も見えそうなものですがどうなるか。はい、一応目いっぱいに構えましたね。はい、はい、当時はこれはもうチート率をやりながらも安全にというところですかね。これイーシャン点ですか。イーシャン点です。チート率のイーシャン点ですけど、はい、ドラが重なって、はい、ニサシの3色もあります。はい、うん、さあチート率イーシャン点の秋。はい、ただチート率のみでいいのというのは思ってると思います。はい、ただあーでもそうか、パーピン9ピン数層全部1枚ずつ切れてる、はい、問い問いが結構難しいのか、うん、ここも切るの選択いいそうはドラ、まあ数万ですね、はい、一気通貫は一応残しておくて、あ、はい、使いましたね数万。はい、この数万をポンしていきました。チート率のみになるぐらいなら問い問い、問い問いと、はい、問い問い何、パーピン9ピンは先ほどおっしゃった通りに1枚切れずと、はい、まあ1枚ずつ切れてますけど、はい、出やすい牌ではありますからね、はい、あの掴んだ時に誰かが、うんうんうん、ドラもいらない。おお、ドラ切りましたね。はい、さあ何を引いた、パーマン、さあローマンを切っていきました。はい、6万は秋の現物ですね。中が重なった、これで4統一、これはもういそいらないと。そうですね、あ、これで天敗ではありますが、中央天敗、はい、まあ出たら上がりますかね。上がりますか、うん、1300ですけどどうかな。あ、出たポンですね。これはポン、さあポンしまして、これで町がパーピット数相と、数層は1枚切れ、そして1枚使われています。残りはパーピンが1枚山にいます。はい、まあ52、はい、あ、ここに来ました。うーん、ここに来たらは打たないかな。あ、ここに来たらどうだ。安全牌いっぱいありますからね。はい、そういいペンチワン、あ、カンチワンを入れました。うん、登場からパーピンは出なさそうか。ここイーシャンテ転敗しました。さあドラドラ転敗、リャンウーピン、リャンウーピン5800、はい、リャンウーピン5枚切れですね。5枚ないのです、残り3枚ですか。3枚か、はい、はい、さあ山には3枚残っています。そうですね、3、まだ3枚いる、リャンウピン、白金もこれを積もれるとかなり有利ですね、はい、あ、リャンウピン、さあリャンウピン重なりました。ただまだある、はい、2枚あります、まだ2枚ある。ただ白金もパーピン止まんないんじゃないかな。あ、パーピンはもう終わりましたね。ペイで、はい、はいはいはい、まあ確かにペイションパイですね。ションパイで秋の風なので、はい、連チャンする気ないよってことですね。うん、さあこれで秋の一人転敗となりました。これで何局も終了いたしました。そして何2局親は岬本場となります。白金、ね、はっきりしてますね。はっきりしてましたね、はい、もう天敗続行いらないわと。そうですね、あの、はい、まあ、5800高いので、はい、なんていうんですかね、出たらもちろん上がるし、ね、はい、上がりがあれば上がるんですけど、はい、そうじゃなければ連チャンしないよと、はい、なるほど。現状白金と3着4着とは28ぐらいですかね、28球以上は差があるので、こういう打ち方もできると、はい、白金、まあ、現状ラス目ですけど、はい、秋が
うん、ごめんなさい、白金と秋の差が、はい、まあ、始まった時点で42ポイントあるので、はい、トップ3着でも、2万2000点ぐらいの差がやっぱ必要になるので、うん、はい、自分がラスでもまだ大丈夫だよっていうことですね。そうですねもうそこはっきりしてると、はい、うん、さあそしてドラがチーピンとなります。三崎は、はい、この親簡単には落とせないです。うん、ここはもう何としても死守ですね、はい、なんなら上がり続けたいところですね。そうですね。さあドラはまだ現状を残している。チートイツメインにしましたか。はい後がないチートイツは結構怖いですけどね。怖いですね、はい、秋も難しい手配、これどれ切りますか。ドラはチーピン、まあ、ソーズ3層か地層かどっちかですかね。はい3層地層の地層の方を切っていきました。うん、すごい変わった、はい、はい、うん、イシャンテンです、はい、これは一応シンプルに3層を残す。そうですね、3層、まあ、ね、はい、差し子があるので、はい、ヤンマにしました。はい、うん、チートイツ重ならない。アッキーもでも、はい、マンガンクラスを一発上がれると結構まだ分かんないんですよね。全然分かんない、はい、着順も上がり、はい、親もありますからね、はい、チーピン重なるかパーピンが欲しいですね。そうですね、なんなら、トップの登場からマンガンクラスを当たれるって逆転なんかした日にはもっとなんかいろいろありそうですかね、白金との差が。そうですけど、まあ、白金から上がる方がまあ簡単ですかね、はい、開きますかね、はい、ちょっと見てくださいこちら、さまだ10種12杯ですかね。10種12杯、まあ、10種、はい、テンパイかリーチしますかね。カンパーピンいきますか、うん、さあカンパーピンでのリーチとなりました。現状はリーチイペコドラ、マッチ良くないですけど、はい、打点があるので、うんうんうん、なんとこのカンパーピン4枚、4枚山まだいます、うん、さあこのリーチを受けて三崎はどうするか。ここの親番はね、降りれないですね、はい、ここ降りたら負けなので結構、はい、結構というかもうほぼ負けになっちゃうんで、ここの親番だけは。さあ何を持ってくる。うーん、ローピン、うーん、イーシャンテンはイーシャンテンですか、はいさあパーピンまで4枚いる。そうですね、ここに1枚、あ、ここに1枚、はい、残り3枚地層、地層は現物、まあ、東条と白金からは待てないので、はい三崎もパーピンは一応メンツでのイシャンテンになる、はい、999となってきましたね。先ほど9万を切っています。まあ降りるんですが、はい、9万はとりあえず通ってる自敗、うんうん、まあ、まあ降りる範囲いっぱいありますね、はい、どれを残すかっていうだけですね。あ、シャア泣きましたね。なるほど、はい、まあ形式転敗ですね、はい、トイトイになれば、あれ今シャワー鳴かなかったらチーピンがまさかまさかの重なっていたパターンですかね。ああ、そうですか、はい、あ、そうですね、まあね、まあね、わかんないですからね。親番は続けたいです。ここはカンパーピンまだいます。これで数字にはなった。まだパーピン3枚、まだ3枚あります、はい、うん、何を切る。まっすぐピン切るしかないですね、はい、ただウーピンが通ったので、さっき秋が、はい、あの積もぎったので、
白金からウーピンが出る可能性があるかな、どうだろうか。泣けるということですね。そうですね、はい。うん、まだ積もらず、これで残り2周。うん、ウーピンも出ない。うそ、まあ、もう切るしかないですね、まあ、ないですね、うん。パーピンがまず3枚あるんですよ。あります。三崎が引いてもテンパイ、パーピンテンパイしますよ。そうですね、三崎のテンパイ牌でもありますね、はい。さあどうだパーピン、あーた、いない。あー、三崎の親のノーテンドおしまいですね。さあこれが入ってるパーピンなし。パーピンはどこへ。3枚、3枚ワンパイの方へ行きました。さあこれで一人転敗となりまして、何曲が終了いたしました。さあ南三局登場の親番となります。南三局日本は京卓千天望一本登場も無理に、うん、あと1枚こぼれちゃった。はい、今1枚こぼれたので、はい、立ち合い西畑が直して続行となります。何でしたっけ、東条も、はい、頑張って連チャンはしない。しないですかね、やっぱり、まあ、トータル1位なので、はい。まあ、さっきの白金みたいに、はい、まあ、5% とかね、はい、ダマテン 5% みたいな手が入ればもちろん出たら上がりますよ、はい。ただそうじゃなければ天敗で流局したとしても伏せるじゃないですかね。その親番の登場の手がこちらドラワシャお、良さそうな手ですねこちら、はい。今白金と、はい、秋の点差が 17.5 なんですよ、はい。で着順が秋2着、白金4着4着、はい、あ、ごめんです、あ、そうですよね、はい、秋2着、白金4着、はい。まあ、白金がはもう4着以下になることはないんですが、ないので、はい、秋は東条をまくればもうまくりなんですよ、まくり、順位点も込みで、はいはい。なので、で秋と東条の差1万点ちょっとですから、はい、全然現実的なんですよね。ありますね、はい。登場に関してはまくられたところで、まあまあ現状はもう登場はそうですね、はい。いや、そんなことないな、危うげになりますかね。さあ、まあ大丈夫か、はい、一応大丈夫です、ね。ベンチ1が入りました。まあ、白金がラスなら大丈夫ですね。ラスならばですね、まはい、そう、その場合は大丈夫です。そしてもう何三局となってきてます。岬の手が、はい、早い手が入ってますが、はい、何本して1300とか全然ちょっと違いますね、はい。うん、チーソーがあんこになった。イーシャンテン、はい、さあこちらって3あんこまでいきたいですね。リーチツも3あんこ、そうですね、はい。あ、これででも難が現状難がないんですよ、まあ、はい。うん、そうですね、うん、考えてみます。ローソーを引き入れました、はい。これは嘘切りと単品ブック単ヤオ含みのピンクイーシャンテンと、はい。まあ本いつかちにつかするしかないですね。うん、うん、これでイーシャンテン登場も。さあ何を選択する、スーソーからと、はい。ただピンフ系ですかね。そうですね、はい、ピンフのみかリーチのみ、はい。ピンフになった、まあリーの、そうですね、テンパイした時どうするかちょっとありますね、うん、はい。さあ三崎はテンパイなんですよ、はい、これリーチにするのか、まあ、9万1万外して単位を、まあ、リーチしましたね。あ、リーチ行きました。シンプルですね、はい。さあ町はサブローピンの町となります。怖いんですけど、はい、リーチするのもね、岬、次の岬をちょっと
切り方的に賛否が残ってしまったと。まあ打たないと思いますけどね。はい、はい、さあサブローピンはこちら1,2,3,4 枚使われてまして、はい、4枚山、はい、まだ4枚残っている。ここに1枚いきましたね。2回と脇どうしますかね。押すならチーピンですけど、うん、チーソー、筋のチーソー、はい、ここでトータルトップの、はい、あでもそうか、東条まくりたいはまくりたいんですよ。2回どうも、うん、チーソーを2枚切っていく。そう、うん、あ、そう、これ何を落とすと、まっすぐ行くには無理があるかなっていうことですね。はい、はい、ただ秋がまた3ピンを打つ危険というか可能性ありますね。ありますね、これは。さあこちら、うん、パーピン、ピンズは何も通ってない。ソーズはローソーチーソー両方通る。スーピンがね3枚見えてるんですよ秋から、はい、でワンチャンス3ピンちょっと危ないかもしれない。うん、ね、これチーソーを選択、はい、うん、ここは時局親がありますしね。そうですね、あの耐えましたね。はい、ただローソーをここで切ってその後もうないんですよね。まあウーソーはほとんど通るか、はい、スーソー統一落としのリーチなんで、はい、でパーソーを通ってる、はい、リャンソーってことはほぼなさそうじゃないですか。なさそうですね、うん、ローマンちょっと一瞬、はい、なんかピンズが伸びてきましたね。3ピンが出ない形のシャンテンに戻ってきてますね。テンパイになりそうか。4番が通った。通りました。で3番も通り、あ、ポンテン、ポンテンじゃねえや。ポンしていいシャンテン。ポンしましたね。そこのパーピンをポンしました。はい、均一のいいシャンテン。いいシャンテン。サブローピンを。あ、どうだこの3ピン。もちろんこの3ピン出てしまうか。はい、さあ、登場の上がりとなりました。裏ドラ乗らず。こちらリーチ2000点ですね。親なので2000は2600点の上がりとなりました。まあ転売はしましたけどね、陳逸で。そうですね、はい、まだ可能性はあったんで番が上がれば、はい、そして登場の親番続行南三局三本場ドラがパーソーとなります。うん、登場はチュンが統一。まあまあ手格好はまあまあいいんですよね、はい、ただそうですね、メンツがある、はい、はい、3,4,5 も見えるか、3,4,5になればいいんですけどね、はい、そうじゃないと安そうなんです。安そう、はい、白金は3統一ありました。これ今トンがあんこに何が統一、はい、まあ大物手を狙いに行きますね、はい、うん、三崎と白金は今50ポイントちょっと、はい、三着、あ、同点か、同点の24,100点、はい、うん、東条も難しい進行はちょっと難しいんですよね、はい、秋も初内定1000点はちょっと違いますしね。いや、秋は2000点でも別にいいと思ってるんじゃないかな、うん、はい、次の親番でというところですね。親あるんで、はい、ここで無理してさらに登場が遠くなるよりは、はい、1000点でも26でも上がっとこうはあると思います、はい、さあリアンシャンテンまで来てます。うん、スーピンを引いた。うん、目いっぱいには構えなかったですね。ドラが重なった、これは嬉しい、2枚使いたいのでチーソーですね、はい、チーソーからと
石崎はこれで天敗ですが、天敗、リーのみの天敗とってもしょうがないということですね。さあこちら南賀統一登場が美咲ともちもちになりましたね。この初泣きました。はい、これでイーシャンテンのドラドラと、ドラドラのイーシャンテン、5200のイーシャンテンですね。はい、はい、うん、白がね、三蔵の統一落としを選択。白金はこの局までは、はい、いかないですよ。うん、次局、次局はもう是が非でも流しいきますかね。そうですね、はい、秋の親なんで。ただいいシャンテンまでは来てますあー、これ天敗ではありますけど、まあ自分で振り天にしてもちろん切っていく。まあはい、東条はもうやめましたね、はい、二階堂に補助しないよと。はい、さあ白金もいいシャンテン。そうか、そうですね、はい、白金もいいシャンテンですが役はなさないんだよな。ないですね、はい、うん、まだここも天敗せず秋。三品ちょっと考えた。まだシャーとペイは山に残っている重ねられるか。うん、シャーとペイ、はい、ただ何がもちもちか。失礼いたしました。当時はまあもう折り、はい、折りですね、はい、はい、そう、岬のトンアンコ何統一シャーペイまで来たら夢があるかなと。あ、そういうことか、はい、あ、全然ごめんなさい、何がもうねないもちもちですねここね、はい。で先ほどペイもこっちに来てしまった。まだ転敗しない。そうですね、上茶の東条から泣ける牌が全然やっぱ出てこないので、はい、自力でテンパらないとテンパらなそうなんですよね。ただローピンがここに、岬にあんこ、ただ9ピンは1枚切れ、うん、1万も1枚か、はい、1万もないですね、現状ないです。あ、ゼロか、はい、あ、ゼロですね、はい、うん、これはテンパ難しいかどうだ。ま、6級ピンがまだあるので、はい、天敗まではするかもしれないですね。当時シャーが統一になりました。な、シャーペイは3枚ずつ見えてる、はい、ペイを選択。さあ6級ピンいるか、まだいない。ローピンこちらに入りましたね。白金に1枚入りました。これで白金も天敗ですね、天敗、はい、ローソチーマン、役がないので値上がりはできませんが、はい、積もれば上がれる。ただチーマンなくてロースは1枚あるか、はい、白金が積もがりになる可能性はちょっとあります、うん、これでローピンがなくなりました。9ピンは残りまだ2枚。先転配できるか。うん、チートイツイーシャンテンまで来た登場。9万、まあ、勘しますかね、はい。さあ9万の勘です。シンドラがうーそー、ここにいるか。2万、うん、落ちましたね、はい、数万切っていきましたねあ、そっか、数万取ってますね。あ、失礼いたしました、はい。さあ当時どうする。チートイツのイーシャンテンではあるが、まあ、当時は天敗する気ないので、はい、スーピン、あ、でもスー、あ、今通ったスーピン、はい、はい、うん、9ピンまだいる。ローソンも1枚と。9ピンこちらに来ました。この9ピンは出なさそうですかね。まあ出ないです、はい、はい、泣かれる可能性があるものは切らない。うん、さあ積もりが減ってきました。秋が入ってかな、そうですね、はい、はい、あ、これで泣きまして変わります。あ、秋の配定なくなりましたね、ししたね、はい、登場が配定となります。美咲も転配できず、はい、白金は、しっかりしてますこの辺ね、しっかりしました、はい。チーソー、チーソーつもぎり、さあこれが配定となります。
うん、これで白金の一人転敗となりました。はい、これで条件、はい、これで南四局オーラスとなります、はい、はい、南四局オーラスの4本場となります。さあここから条件と、はい秋は、はい、白金まで 32.5、 あ、はい、31.5、 あ、現状、はい、はい、トータルポイント出ました。今白金が3着ですかね、はい、今ので3着に、はい、で秋が2着と、はい、はい、条件は三崎の条件、はい、はい、つも100万はつも100万、はい、直撃は白金からの3倍満、はい、登場からは倍満、うん、秋からダブル100万と、はい、なとなりましたね、はい、三崎はまあ結構苦しいってことですね、つまり結構今現状苦しいですね、つもで100万と。で、秋の条件、秋はそうですね、親なので、はい、6000オールをとりあえず積もると一旦まくると、はい、はい、秋は6000オールからと、まあ、親番なんで続行ももちろんあるので、そうですね、はい、という現状となりましたね。はい、もう一度確認いたします。三崎は積もが100万、直撃の場合は白金からは3倍満、登場からは倍満、秋からダブル100万と。そして秋は、6000オールを積もれば現状は親番は続行になってしまいますが、現状は、逆転できると。一旦逆転ってことですね、はい、という結果となりました。結果じゃないですかね、はい、結果というかあれですね条件となりました、はい、ありがとうございます。さあ、準備ができたようならば、オーラスですね、4回戦のオーラススタートしたいなと思います。さあ条件が伝えられましたかね。はい、いよいよオーラスですね、はい、4回戦オーラスベスト8には誰が行くのか。親は秋となります。オーラスのドラはシャ、うん、三崎はツモで100万と。まあそうですね、はい、はい、秋はひとまずおてん、まあ、6000オールで一旦まくりますが、はい、まあ、とにかく連チャンですからね、はい、で白金登場は、まあ、終わらせる、うん、上がれば OK と、はい、うん、三崎は役満、ここから役満ができるのか。さあ登場はこの手、ただ白金も登場も、はい、そんなに早い手ではないですね、ないですね今の現状ここは国士かスワンコか、まあ、そうですね、はい、はい、うん、秋が一番早そう、まあ、どうでしょうか。まあそうですね、うん、秋が一応一番早そうではあります、はい、まあ、三崎が早そうですけど、はい、まあ、三崎のは普通の手では上がれないので。そうですねただ東条もションパイのトーン切って、はい、一応前に出てますね。そして秋今ローマンが入りましたね、これ。はい、どうするか。単ヤオに向かいましたね、はい、統一手を見切って単ヤオ、はい、まあ、一番よくて面単品イペゴですよね、はい、さあどうだこれ、うーん、なん、どっちに行く。まあ想像切っていきましょう。登場も遅そうではあるので。登場はそうなんですよ、だけど、はい、自敗切ってストレートに進めてますね、はい、自力でなんとか終わらせようという感じであります、うん、うん、こちらの手ですね、チーソー、はい、ただ1万は、はい、1万だけは、1万とウーピンは親の現物なので、はい、おっと、っとこれはどっちのカンちゃんを選択、まあ、するか。一層が普通ですけど、はい、完了、まあでも、うん、まあそうですね、まあ、普通にやります、はい、
さっきはイーシャンテン。うん、ただこの小さをここに3枚と。そうですね、まあだけど、はい、まああんまり関係はもちろんあるんですけど、はい、テンポあったらまあ何でもリーチしたいわけですよ。はい、続行続行ですからね。はい、秋のリーチになかなか向かってこれないので、はい、道場もまあ、はい、いくらストレートに進めるといっても手がね、はい、いまいちなので、まあ、それは白金もそうですね、はい、ここは秋の連チャンになりそうな感じがしますね。はい、現状9万は2枚切られている。なんか重なりましたよ。ああ、なんか重なるとちょっと上がりたくなる。さあでもダナゴは岬が1枚持ってるのでこれは出るのか。ああ、岬が持ってると出ないんですね。はい、うん、一歩前進ではあります。何を引いた。ローピン。うん、なるほど、これはウーマンですかね。ウーマンですね、はい、さあウーマンを切っていきましょう。これはテンパイ。テンパイですよ。テンパイリーチですね、はい、はい、もちろんリーチ。チーソーは山にない。ないですね現状。山にないので、はい、これはだいぶ流局です。だいぶ流局になりそうです。はい、さあ美咲、これただなんかチートイツの。まあ美咲はまあもう、はい、あ、当時はテンパイ、あ、しましたね。なんと E1 のテンパイ。あ、なんはない。ない。E1 は E1 1枚山にあるのか。相撲上がりがあります。リャンワンは4枚出てる。そうですね、相撲上がりがありますね。ただ、はい、1枚でも危ない、取ってないものはいを引いたらその終わりなんで、はい、飛んでした。はい、はい、ここでもういけないので、この U ピンで、はい、さあスーピンが入り目。まあ E 番になりそうですね。計算しますか。あ、1回打ったらどうかってことか。いやでも1万2000って言われたら結構きついところではあるか。1万2000って言われると、はい、その時点で多分白金にまくられちゃうんじゃないかな。うん、これはもちろん E 番だと、うん、この E ピンは切れない。ちょっと無理ですね。はい、ボードの方見てましたね。計算はしていたけども、はい、この E ピンは切れず、これで完全な、まあ、まだわからないですけど、ほぼほぼ一人旅と。一人旅ですね。はい、そしてチーソーは山にはありません。E1 はいました。ただまだ全然テンパイはしそうな、まだありますかね。まあ、E ピンがね、はい、結局打てないんですよ、ね、はい、打てないと思うんで、かなり危なく見えるんですね、うん、ピンが速くて。白金が今うなずきましたね。ちょっとね、東條さんが、はい、うん、ちょっとこぼしちゃった、ね、あ、はい、ただ東條も安全牌が苦しいんですよ、はい、難もション牌ですからね。そうですね、はい、1枚目の難は、はい、ウーピンと1万をまあ現物として持ってたんですが、はい、これでもう、まあ、パーピンが通ってますか。うん、このパーピンが通っていきます。まあ、ローソーもありましたね。はい失礼しました。はい、さあこれは現状このオーラスのは、1人、お、E ピンが重なりましたね。ただまあもう、いや何もいかないのでローソーじゃないですか。はい、注文ション牌となります。うん、これはローソーとなりました。はい、次がないんですよね。うん、白金はリャンゾー。さあ、岬は何、これなんですね、まあ、はい、はい、もう何もない。これは本当に何もない。うん、あ、ウーソー、リャンソーが通って、はい、
ワンチャンス、チーソーのワンチャンスでウーソー自分でチーソーは3枚持っている、はい、それからチーピンパーピンが3枚か。うーん、受けが出なそう、出てこなそうならウーソーですかね、はい。まあ、チーピンもカンチーピンはない、シャンポンはありますね。うん、ここ難しいところ。何を選択する、まあ、チーソーになることはなさそうですけど。なさそうですね。それか、まあ、自敗でチュンだけど、うーん、この表情を考えている。あ、チュン、チュンを選択しました。いや、めちゃくちゃ怖いですね。はい、怖いです、このチュンのションパイ。まあ、ごめんなさい。はい、さあ、これで秋の一人転敗となりました。親番は続行。はい、一人転敗になって条件は変わってないかな。これで5本場となりますね。5本場、教託が先天棒。はい、まあ、もう一度確認ですね。はい、もう一度確認いたします。はい、はい、三崎の条件、いつも役満の白金からは倍マニ、3倍マンから倍マニがありました。はい、登場から倍マンで変わらず、はい、秋のダブル役満も変わらずと、まあ、登場じゃない、ごめんなさい、白金さんの、じゃあね、ごめんなさい、三崎さんの、三崎さんの条件ですね。はい、これが今の三崎の条件となります。相撲役満直撃は白金から倍マンに、3倍マンから倍マンに変わりました。そして登場からは倍マン、秋からはダブル役満直撃と、はい、いう条件となりました。秋は現状上がりまくると。そうですね、連チャンしまくるというところですね、はい。うん、さあ、今条件が伝えられましたでしょうか。これは、うん、はい、大丈夫そうですね。さあ、三崎の条件が少し変わりました。そして南四局、親番秋は続行の5本場の教託が先天棒と。はい、ドラが数ピンとなります。はい、秋は4000オール、さっきは6000オールでしたが4000オールで2着浮上と現状はなるということです、うん。ただ手配どうですか。ドラ数ピン、はい、はい、メンツが1つ、1メンツ悪くないですね、はい。白金と登場はここを落としたいところ。そうですね、白金は登場、まあでもな、あ、なんか何か重なりましたね、はい。さあ、これはでかいか。そうですね、秋から何か出そう。あ、こっちも初を重ねた。はい、大きいです。ただ岬のところからは出ないかな、なかなか。うん、1打目急走を切ってしまっている、はい、チューン、まあ、チューンが合わせ打ちですね。はい、まあ、自敗泣いていくのも怖いは怖いですけどね、はい。あの上のリーチが来たら、はい、リーチ飛んでくるかもしれないので、はい、うん。ただ形がかなりいいですね。この初は今現状は1枚切れですね、はい。そしてこの難がいつ出てしまうのか。初1枚切れか、はい。そして岬に1枚あります。岬の初はなかなか出ない。お、出ました。さあ、この初が泣かれていいシャンテン、はい、いいシャンテン、まあ、転敗すれば、あ、このトンも出ました。このトンも泣かれて、はい、転敗、転敗となりました。スッチーソー、はい、東条は打てるんですよ。てか打ちたいんですよ。打ちたいですね、はい。スーチーソー、登場、スーソーが2枚手にありましたね。さあ、このスーソーを切れば打ちますね、はい、これ打ちましたか、うん。さあ、これが白金の上がりとなりました。的確ですね、はい。初戦は2500の上がりとなりました。さあ、これでベスト 16D 択、うん、1着から登場、
はい、勝ち上がりですね。1着は登場、弱白上がりの白金の勝ち上がりとなりました。さあ以上となりましたね。ベスト16 D タックで1着の、登場が A タック、ベスト8の A タックと、で B タックに白金が、はい、行くということとなりました、はい、いやどうでしたかこのベスト16の D タック。面白かったですね。面白かった。そうですね、はい、はいはい、オーラスに毎回なんかドラマがちょっとありましたね。そうですね、はい、はい、うん、さっきも1回戦2回戦とね2着まで浮上してですね。ただ3回戦ラスがやっぱり痛かったですね。痛かったですね、はい、はい、このオーラスもね、はい、白金テンパった瞬間にすぐ登場がね、はい、きっちりアシストして、はい、見事だったと思います。あ、これがトーナメント戦ということですね、はい、はい、さあそれではですねインタビューがありますので準備ができ次第、そちらに移行したいと思いますが、でベスト8ですね。ベスト8のタク分け、うん、A タクが鈴木あさみ、二階堂ルミ、古谷智美、前、あ、前行きました、はい、ありがとうございます。そして、白金が A タクですね。失礼しました、さっき逆でしたね。そうですね、はい、白金が A タク、そして B タクが青木翔子、天音誠、魚谷優美、そして、今勝ち上がった東条リオが B タクとなります。 A タクは8月の25日金曜日となります。はい、これでベスト8揃いましたからね。はい、はい、さあそれではインタビューの方に参りましょう。はい、まずはこの方ですね。4着となりました三崎優奈ですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、1回戦2回戦と逆転の2着まで登って、はい、はい、トータルポイントもいいとこまで来ましたが、やはり先ほどね、長村プロが言ってたように3回戦のラスが痛かったなと。そうですね、はい、もうダメダメですね。そんなことはないとは思いますけど、はい、でも自分のこのダメだったところみたいなのが少しあるんですかね。はい、そうですね、わ、東条さんに、はい、三蔵も三腕も、はい、あれは三蔵切った時はローソー切れたし、はい、うん、三色って分かりつつも、うんうんうん、両面に色気が出て、はい、そうですね、とかもう細かいところも含めもうダメダメです。もう惨敗です。はい、ではまた次回ぜひぜひパワーアップして帰ってきていただきたいなと。はい、また来年リベンジ、はい、したいと思います。はい、ではおさまるプロからも一言、はい、ぜひぜひお願いします。はい、はい、まあ、2回、そうですね、やっぱり2回戦まではね、うん、いい戦いだったと思うんですが、うん、まあ、3回戦がちょっともったいなかったかなっていうのはありますよね、うん、なんか、なんていうんですかね、はい、結構固く攻撃型っていうふうにちょっと お伺いしてたんですけど、はい、結構固く打ってるなっていう印象があるんですよ。そうなんですかね。行くと決めた時がもう、はい、はいはいはい、まあ、そうなんですかね。硬い時は硬いんですけど、でもあの白短期リーチすごい良かったですよね。そうですね、はい、うんうん、もう それぐらいしかもう負けない。いや、そんなことはなかったですよ。そういや、そんなことはなかった。全然いいところが、はい、はい、でもあれですよね、そのしっかり行くとこはちゃんと決めてるところもありましたしね。そうですね、はい、メリハリあったと思います、まあ、はい、結果は残念でしたけど、はい、はい、では次回もぜひね戻ってきていただこうということで、ファンの方々にね最後の一言お願いしてもよろしいでしょうか。はい、長時間のご視聴応援ありがとうございました。初めて放送対局というこういう舞台に立てて、あ、初めてだったんですね。結果はもうすがすがしいぐらいの惨敗で、でもそうですね、はい、メンバー的にはすごい一番いいタクに入らせていただいたと思ってるので、今回のことをバネにして来年もう一度戻ってこれたらなと思います。はい、また応援お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、また来年もぜひね戻ってきてくれることをお待ちしておりますので、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いや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 、
すごいやはりその悔しさをバネになんかしそうですね。まあ、ですね、放送対局初めてだったんですよね。はい、はい、天敗クイーンとはまたその放送対局ではないということで、こっちは、ね、はい、初めてだったということですかね。はい、さあ続きまして、あ、天敗クイーン出てた、失礼いたしました。はい、ご情報でした、失礼いたしました。さあ続きまして3着ですね、3着になりました。さあ二階堂選手、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。いやー、いやー、あれですね、この世で一番麻雀下手でしたね。いや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 、びっくりしちゃったもん。そんなことないです。はい、いや、1回戦目からあれですね、オーラスの選択っていうか、まあ今日全体的に選択がほぼ恨めてたんで、それはちょっと、まあ、あれですね、シンプルに下手な人でしたね。いやいやいや、もうきっと多分なんて言うんだろう、はい、上手な人が打ってたら全然余裕で勝てたんだろうなと思って、うん、ちょっとなんか焦ったわけじゃないんですけど、はい、まあなんかこうちょっと余裕が欲しいなっていうところで、はい、オーラスオーヤで6球総でリーチ打ったところで、ありましたね、あの一番最悪な展開になっちゃうっていうのとかも考えると、はい、まあなんかあそこ6球総一応現張りだったんで、そうですね、現張りでした、はい、あのそのまま切って6球総で脇からこぼれるか、次の白はもうどうせ切らないんで、はい、あの白短期で天敗取れるかどうかみたいな風に持っていかなきゃいけなかったのかなみたいな、はい、あそこだから2着とか3着とかで終えれてたら、まあ、3回戦4回戦の打ち方とかもまたちょっと変わってきたりとかするのかなと思ったんですけど、はい、でもまあ4回戦目はもうなんかほぼなんかこうや何もやらせてもらえないみたいな、そうですね、今日結構リーチがほとんど空振ってたんで、はい、その印象、はい、なんかそのあたりとかもちょっときつかったなっていうのもありますけどね、うん、うんうんうん、なんかでも手組みの道中 の, なんかその選択一環で上がってるみたいな曲も結構あったんで、はい、うんうんうん、だからシンプルに下手な人でした。そんなこともないですよね、おさまらプロ、いや全然下手じゃないと思うんですけど、はい、まあ、6球層をかけたのは結構なんていうんですか、はい、当然じゃ当然ですよね、あれも普段どうかなってのはちょっと思ったんですよね、はい、追っかけは全然あると思うんですけど、はい、うん、点差が平たかったんで、そうですね、で、まあ、なんか結構白さえつかまなきゃ的なとこあったかなっていうのをちょっと思ったんですけど、はい、ただなんかこう一番最悪なのがその、私が美咲さんに言ってラスになっちゃうっていうのだけで、ね、なんか美咲さんに積もられてもなんか結構親かぶりでラスになりそうだしみたいなところで、はい、まあ、なんかそのリーチ棒を出すことによって結局打点がその分かんないじゃないですか、はい、まあ、1326かもしれないし2024かもしれないしっていうところで、ゴッドのリーチだけはさすがになさそうだなみたいな、ただなんか一発裏ドラありなんで、その自分が着落ちするリスクっていうのが相当高いあの瞬間なんで、はい、そのじゃあリスクを最大限追っていこうって言って追って一番最悪の結果になったみたいな、そうです、ね、とこはあったんで、はい、うん、なんかこうちょっといろいろ噛み合わない部分はあったけど、はい、もうちょっとやっぱこううまく打てたかなっていうところは多かったですね。しかもあの白は山にラスト1枚の白でしたね。でしょうね。あれだそうなんです。大体そうですね。まあ、はい、ね、シャンポンと短期かなっていうところで、白金さんにも結構天敗気配あったんで、はい、ちょっと降りてほしい的なとこもあったんですけど、そのリーチでもあったと、はい、いろいろあれですね、まあ、選択は本当ことごとく恨めたなっていう感じでしたね、うん、1回4000オールくらい積もられてたらもうちょっとこう、うん、ああ確かにそうですね、楽になっていたではないですけども、なんか、はい、周りがちょっと焦ったりとかってすることもあったかなみたいな、うん、でもほとんど上がってないんでね、はい、きつかったですね、はい、うん、まあ、1回戦トップ、まあ、なんとかトップでしたけど、はい、9600打ったの結構痛かったかな。そうなんですよ、だからそこ、ね、リャンソーでリーチ行くか行かないかっていうところで、多分リーチしてても美咲さん多分打ってたと思うんですよ、リャンゾー、はい、でその美咲さんがリャンゾーリャンゾーって切ってきて、でドラの位相がどこにあるのかはちょっと読めなかったんで、うんうんうん、その美咲さんが位相を持ってることにかけて降りようかなみたいな感じで、うんうんうん、闇点にしてからの降りになったんですけど、はいはいはい、白金さんが押してるのは分かってるんですけど、うん、白金さんの待ちはさすがにイーマン短期とは限定できなかったんで、まあ、そうなんですよね、リャンマン順で3枚持ってってね、はい、で、まあ、現物のチーマンもう1枚あったんですけど、はい、あそこはだからサボらないでちゃんとチーマン切んなきゃダメだったなみたいな、うん、でもうちょっと危険範囲引いたら白金さんの待ち変えるかもしれないし、はいはい、もっといい待ちで変えるかもしれなかったんで、はい、なんかもうちょっとこう勝負を先延ばしになんか先延ばしにする選択をしたんだったらとことん先延ばさなきゃいけないのに中途半端に打っちゃったから、うん、内容が良くなかったですね。なるほど、はい、なるほど、
すいませんでした。いやいや絶対謝らないでください。お目汚しですね本当に。いやいやいや反省します。いやいやいや全然そんなことはないと思います。はいその通りです。僕も白打ってるので、はい、うん、まあでも落ち込むのは帰ってから落ち込むんで、はい、うん、今日は皆さん応援してくれた人もたくさんいると思うので、そうですね、はい、プロクイーンはこうベスト16くらいまでは来るんですよ、はい、ベスト16と、まあ、ベスト8で負けた時もあったんですけど、うん、はい、最近ちょっと決勝に乗れてないんで、はい、今日とか結構気合い入れてきたんですけど、はい、ダメでしたねということで、また来年、はい、プロクイーン20戦から出るんで、はい、頑張りたいと思います。はい、またお待ちしております。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。僕らの言うこと何もなかったですね。何もないです。はい。さすがです。さすがです。ただ白はね、その確かに山に一枚の。まあそうですね。はい。まあ、でも読みは全部合ってるわけですからね。統一。そうですね。短期待ちというね。まあ、そっか。勉強になります。まあ、はい。そういうリスクがある。はい。承知で言ってるんで、うんうん、まあ、しょうがないかなと思ってしまいますけどね、はい、そうですね現状は。はい、そしてですね、今回ですね、はい、ベスト8の A 択に勝ち上がりました。はい、こちらですね、白金咲プロですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。なんか終始安定していたイメージはありまして、はい、はい、はいじゃないですけど、でやはり秋プロから当たったの E1 の9600点、はい、あれがやっぱり、そうですね、あれがなんかそこまで多分ラス目、はい、はちょっと離されたラス目だったと思うんですけど、はい、まあ、結果的には3着で終わったから、そうですね、まあ、だけど9600大きかったんじゃないかな、うん、大きかったです。あれはそうですね、めちゃくちゃ大きかった。もうなんか E1 でいやリーチ打っちゃおうかなと思ったんですけど、はい、リーチ打っちゃうと止められた時にそうですね、はい、ちょっと辛いんで、はい、枚数がある街じゃないですからね、はい、そうなんです。その選択も含めてやっぱ良かったと思います、はい、あそこの曲は、はい、はい。逆にご自分で一番良かった点とかありましたか？一番良かった、はい、新しい質問かもしれませんが、はい、あやっぱ3回戦のチーマン短期を積もれたのがやっぱ、はい、あれね、抜かれてすぐにチーマン積もったやつですね、はい、そうですね。でやっぱその後の戦い方とかに幅ができるなと思ったんで、はいはい、ただまあやっぱ4回戦はすごいドキドキしてましたドキドキしてました。そう、アキさんがトップ目に立って、はい、トップ3着だと2万2千点差だけど4千オールとか引かれたら、うん、そうですね、はい、もうほぼなんかまた私も上がり返さなきゃなと思った時に、うん、オーラス上がれたハイパイが初打たれて、はい、アキさん第一打初でうーって思ったけど重なってね、はい、はい、すぐテンパイできたんで、もうそしたら多分りょうちゃんがやっぱ自分が勝ち上がりだから、はい、多分まあそうですね、そうですよね、私の上がれそうなところから打ってくると思ったんで、はい、テンパイしたらいけると思ってます。うん、バッチリ最後数層の統一から聞いてました、はい、はい、さっき聞きました。あ、聞きました、ありがとうございます、はい、東條さんもまあまあ上がれそうな手だったで、そうですね、はい、2人とも上がりに行っちゃうとどっちも上がれないみたいなことが、まあ、たまにあるかなと思ったんですけど、はいはいはい、まあでもピンポイントでね、はい、ピシッと一発でアシストしてくれたんで、うんうん、はい、そしてさっき言ったチーワンもラストチーワンでしたね、積もったやつもね、ラッキーラッキーラッキー、はい、もうねそれも実力だと思います。さあ、おさむるプロ何か一言ありますか？はい、うん、まあ、目立つ局面じゃないんですけど、はい、その背底ずらしたりとか、うん、ありましたね、チームワン、はい、まあ、あと経点きっちり取り切ったりとか、はい、まあ、そういうとこサボらないでちゃんと、うん、すごいなと思いました、はい、あそこはチーマンでラッキーと思いました。まずチーマンでラッキー、はい、アキさんの背底も消せる上に、はいはい、自分はテンパイ取り切れて、あの局面絶対テンパイ取りたかったんで、そうですね、はい、はい、もうこのまま押し切るかでも怖いなと思いつつ、うん、危ないもん積もりたくないですか、ね、そうなんですよ、はい、そうですね、ああいうところ素晴らしいなと思いました、うん、はい、手を抜かないところと、はいはいなんか全然聞こえなかった終わったみたいです、はい、いや、まあやっぱり、はいはい、はい、なんていうかやっぱり安定感ありましたね。そうですね、はい、安定感は本当にもう抜群にありました、はい、ヒヤヒヤあんまりしないで見てられたっていう感じはします、うん、はい、良かったと、良かったというか、まあ、はい、素晴らしかったと、はい、もうこれが女流王家というところも見せてねくれたと思います、
はい、ではですね、ベスト8勝ち上がりますが、ベスト8以上のですね、意気込みもお願いいたします。はい、やっぱ皆さんにダブルクラウンっていうのを言われるんですけど、はい、やっぱ目の前の戦いを一個ずつ勝たないと、まず決勝、まあ、次のベスト8勝って、しっかり決勝まで残りたいと思います。次も応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではベスト8も頑張ってください。ありがとうございました。お疲れ様でした。もう見切れてましたね。はい。コメントもやっぱりなんかそのしっかりしてますね。しっかりしてますね。はい。もう素晴らしいです。もうこれは。見習いたいです、僕も。いや、そんなことないですよ。もうもちろんしっかりしてますからね。さあ、そしてですね、今回1着で勝ち上がりました。最後はね、道場リオポロですね。うん。今準備中ですかね。はい。さあどうでしょうか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。佐藤ジョリオプロね、1着での勝ち上がりの、ベスト8の B タックで、はい、行われるものに進出いたしました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、でも1局ね、1回戦2回戦はちょっとね、マイナスのポイントでなってしまいましたが、3回戦から、うん、そうですね、はい、まあ、ぐいぐいと、そんなにね大きなマイナスではなかったですけど、はい、うんうん、ローピン、ね、1回戦ローピン補充したじゃないですか。あれはですね、うん、私も結構切り出したローピン、まあ、1戦目っていうのもあって、はいはいはい、アグレッシブに打とうっていうのは、まあ、決めてたんですけど、うん、まあ、その中でも一番アグレッシブな入らんじゃったなっていうちょっと印象で、まあ、そうです、アグレッシブでしたね。ただなんでローピンにしたかっていうと、はい、まあ、マンズがちょっとさきちゃんに対して触りたくなかったのと、あと、まあ、美咲さんの代わりになんかスーソーローソーでなんか手出しで出てきた時に、なんかドラ持ってないのかな、ドラウソーでしたよね確か、ドラ持ってないのかなっていうのがあって、まあさきちゃんの、まあ、9ピン1打目言ってたんでローピンが持ってそうだなっていうので、チーピンも美咲さんの現物でチーピンはすごく打ちたくないなっていうのと、まあ追っかけてくるんだったら、まあ、さきちゃんの方が多分打ったら高いだろうなっていうのがあったんで、なんかいろんな考えをまとめた結果、まあ、自分の手もまっすぐに打てるし、さきちゃんへの補充は、かなりなさそうな牌かなと思って打ったら、すごく高くてそうですね、すごく高かったですねそうですね、いや、まあ、美咲さんに打つ分にはまあそんなに高くないかななんて思ってたら、一番高いところに打っちゃったんで、うん、そうですね、なんかあの1回打ったおかげでちょっと修正できたかなって思ったんですけど、うんうん、2戦目もなんかなんかよく分かんない感じで、3戦目も結局秋さんにちょっと私も本一で急走ポンって2枚目から泣き始めて、ちょっと3万宝珠で漫画打っちゃったんで、はいはい、そうですね、はい、ちょっとなんかアグレッシブが止まらないな今日となんかロマンチックが止まらないみたいに言いますね、はい、確かアグレッシブが止まってなかったですね、はいはい、なんですけど、うん、まあ、私の持ち味としては結構その参加率上げて、はい、曲回していって、うんうんうん、まあ、その中でまあ高い手上がっていけたら勝ち、まあ、安いかなっていうので、うんうん、ちょっと自分の勝ちパターンを考えながらいろいろ打った結果、すごく今日は補充が多くてちょっと大変でした、はい、でも終始今日もですね、はい、はい、青様のプロがそのね、アグレッシブさも、まあ、込みですけど登場プロらしいというか、そうですね、やっぱりストレートに手を組むじゃないですか、うん、あ、そうですね、はい、で、まあ、テンパったらシンプルにリーチっていくパターンが結構多いと思うんですよ、うん、はい、ペンチーマンも良かったですよね、ペンチーマン、そうですね、ペンチーマン戦時戦とのやつとかも、はい、なんかこねても、こねる人も結構いるだろうなみたいな。あ、そうですね、はい、ペンチーマンは結構感触よくて、はいはいはい、ちゃんとアキさんが持ってなさそうだなっていうので、うんうん、まあ、山にいそうな感じちゃん、まさにもうその通りでした、はい、いました、はい、いました、はい、どうも、またなんかそういう、なんていうんですかね、てらいのないというか、うん、はい、まずなんか M リーグとか見ててもそうだなって思うんですけど、はい、やっぱりいいなって思うんですよ、はい、うん、ありがとうございます、
強かったです。強かったです。ありがとうございます。一番嬉しい言葉ですね。強かったです。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そしてベスト8以上ですね、上りましたので、ベスト8以上の意気込みとファンの方々に一言ありましたらぜひお願いいたします。はい、一昨年と去年で決勝までは勝ち進めたんですけども、うん、まあ、あと一歩のところで優勝も逃し、なおかつ去年に至ってはちょっと決勝の写真にすら写れない5位っていう、うん、5位でしたね。はい、悲しい結果に終わってしまったんで、はい、まあ、まず次もベスト8勝たないと決勝に上がれないんですけど、はい、まあ、決勝にまた今年も上がれるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。今日は一日 長い間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。さあ、ということでね、以上の決勝でベスト8か、ベスト8に進出したのは、東条リオと白金詐欺プロでしたね。はい、いやでも見応えもあったんじゃないですかね、このね、ベスト16。見応えありましたね。はい、はい、面白かったです。面白かったです。ではですね、次はね、ベスト8なので、準々決勝と準決勝ですかね、はい、準決勝ということで、勝ち上がった2人には頑張っていただきたいなと思います。はい、最後に一言何かありますか。いやもう結構言い尽くした感じなんですけど。した感じですか。はい、いや面白かった、いや単純に面白かったですね。面白かったですね。はい、はい、僕もとても勉強になりました、いろいろと。はい、はい、ということで、本日は、プロクイーンの第21期ベスト16 D タックの模様をお届けしました。長い間ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。